皆さん、おはようございます。病院長をしております斉藤でございます。本日は大変多くの方々が参加していただきまして、本当にありがとうございます。このような会も当センターとしても4年ぶりの会ということですので、なんとなく皆さんのお顔を拝見しておりますと、やっとコロナの前の日常が戻ってきたなっていう感じがしております。それでは本日のお話ですけれども、変形性膝関節症の手術の中で人工関節っていうのが大きなウエイトを占めているわけですけれども、それが最近少し変わってきましたので、その辺に焦点を当ててですね、お話をしていきたいというふうに考えております。本日のお話の流れですけれども、最初これスライドに挙げておりますけれども、この6つの項目に絞ってですね、お話を進めていきたいというふうに考えております。はじめに運動器の話をするためには必ずこの話をしなくてはなりません。それは日本がですね、超高齢社会になりまして、平均寿命がどんどん伸びてきているというわけです。それで、令和元年のデータですけれども、横浜市のデータとして令和元年が平均寿命が女性が88歳で男性が82歳ということになっております。で、平均寿命は伸びているんですけれども、ここで問題になるのはですね、健康寿命ということが大きな問題になっております。で、健康寿命っていうのは自分の生活が介護・介助なくしてできる年齢ということになります。で、この年齢の差はですね、女性の場合には約12年から13年、男性の場合には9年近くあると、9年から10年の幅があるということです。ですから今後ですね、この健康寿命と平均寿命の差をいかに縮めていくかということが、医療費の削減の立場、あるいは皆様の健康を維持するためには非常に重要なことということになります。それで先ほど山本先生がお話しされてましたけれども、要支援・要介護の原因の要因というのは何かということなんですが、先ほどお話しされたように脳血管疾患というのは 15% を占めます。で、認知症が 18% を占めます。ただ体の中関節の病気とかですね、骨折を含めると 24% を占めているということになります。ですから運動器をいかに健全に保つかということが健康寿命を維持するために非常に重要な要素であるということがお分かりになるかと思います。ただ年齢がやっぱり人間はですね、生きていくと老化という問題は避けることができません。で、運動器っていうのはこういう骨ですね、骨格、大体体の中には200個の体がありますけれども、骨がありますけれども、で、骨と骨と連結している部分が関節ということになります。そして背骨はですね、この骨格をしっかり支えるために重要ですし、さらに背骨のこの後ろの部分、脊髄と侘び神経ですね、神経が入っているということで、重要ということになります。それではどういうことが老化によって起きてくるかということをですね、骨、軟骨、体の骨、軟骨ですね、関節を形成する重要な部分ですけれども、椎間板、筋肉、神経系ということでお話を進めたいと思いますけれども、まず骨にどういう問題が起きてくるかということですけれども、骨の中には1型コラーゲンというちょうど骨を支えているものがあるんですね。で、それをお互いコラーゲンをしっかり支えるために架橋という部分があります。で、それがですね、加齢に伴って酸化あるいは活性酸素ですね、酸化あるいは糖化によって、
劣化してくるということが大きな問題になります。であとはご存知の通り骨量ですね、カルシウムの量が減ってくるということで骨全体がですね硬くて脆くなってくるということになります。ですから骨折しやすくなるということになってくるわけです。で軟骨椎間板というのはこの中にも細胞がありますので、ただ細胞の数分裂ですね、細胞の数が分裂する力が落ちてくるということと細胞が取り囲んでいる環境があるわけですけれども、それもこのようにですねここの部分ですけれども2型コラーゲンというものと皆さんご存知のプロテオグリカンというものがあります。2型コラーゲンというのはこう弾性がありまして、軟骨はスポンジのように押されると縮んで圧迫を解除するとこうまた伸びてくるということになって、それによって栄養が維持されるわけです。血管がないわけですので、そういうような形で軟骨細胞は維持されるわけですけれども、そういうコラーゲンの劣化あるいはプロテオグリカンの劣化によってですね、本来は非常に水分の多い組織が水分の保持ができなくなってくるという問題が起きてきます。で筋肉自体もですね非常に代謝しているわけですけれども、その筋肉の重量が減ってくる、特に下肢ですね、上肢よりも、足の方の筋肉の重量が減ってきて、その筋肉の中の繊維がですね、悪くなって萎縮してくることによって、例えばこう急に動こうとかですね、そういう動作がこう緩慢になるというような状況が生み出されるということになります。あと神経ですけれども、これはいろんな命令、脳からの命令を出すのに非常に重要な役割を果たしているわけですけれど、問題はですね、こういう運動機能が低下したり、固有感覚、例えば足の位置がどこにあるかとか、まあ人間は常に無意識に位置を測ってやっているわけですけれども、例えば思ったよりも足が上がらなくなってつまずきやすくなるとか、そういうような問題が出てくるということになります。あとはこういうような状況になりますとバランスが悪くなって、これもやはり転倒しやすい状況になってくる、ということになります。でどういう病気が起きてくるかというと、例えば代表的な病気としては骨粗鬆症という病気があります。正常ではこのようにこういう縦の線と骨梁って言いますけれども、横の線がこう縦横無尽に走って非常に緻密な感じがしますけれども、骨が脆くなってくると横の線がこうなくなってきて縦の線になってきて、どうしても支える力が落ちて悪くなってくるという状況が生み出されるということになります。で関節においては軟骨の変化に伴って変形性膝関節症という病気になりますし、指においてもこのようにですね、よく女性の手を見ると非常にこう、よく水仕事をしている女性に多いんですけれども、非常にこう関節が腫れたような状況になるということになります。あとは脊椎においては変形性脊椎症とか、椎間板ヘルニアとか腰部脊柱管狭窄症というような病気が引き起こされるということになります。でこういった状況っていうのはいろんな要素で起きてくるということが言われています。それは一つの問題としてはですね、生活環境の問題、食事の取り方とか、あるいはお仕事の内容とか、スポーツのやりすぎとかですね、適度な運動というのは非常にいいわけですけれども、あまり過酷な、度を過ぎてやると、やっぱり運動機の負担が増えてくるということになります。そして、徐々にですね、運動機の負担が増えることによって、さまざまな問題が引き起こされるということになります。で、こういう変化っていうのは、ほとんど無意識のうちに起きてくるわけですね。ですから、知らない間に例えば腰が痛くなったとか、なんか歩くスピードが遅くなったとか、そういうようなことがを感じるというようなことになります。ですから非常に感情に進行してくることで、患者さんの多くはなかなかこういつ起きたのかよくわからないというようなことがよくお聞きするということになります。それで日本整形外科学会がですね、こういう超高齢者の患者さんが増えたときに、やはりこういう状況を早くですね、認識してもらいたいというような
で、早く認識することによってそれに対応することができるだろうという概念を出そうということで、ロコモティブシンドローム、ロコモですね、運動器症候群という概念を提唱しました。で、これはもう皆さんテレビとかいろいろロコモっていう言葉は皆さんかなりご存知かと思いますし、だいぶ認知度が高くなってきたなというふうに思います。最近ではフレイルという言葉が多くなって、ただ単に老化現象を運動器ばかりではなく内臓の問題あるいは頭の認知症の問題も全て含んだ形でフレイルというような呼び方もですね、皆さんご存知のことかと思います。で、それでなかなか感情に進行してくるということで、なかなか自覚できないということがありますので、それでは日常生活でですね、早めに気づいてもらおうというような提案があります。提案をしております。それは7つのロコチェックといって、普段の日常生活でちょっとこう気づいてもらおう。例えば片足で靴下が履けなくて ついつい椅子を使ってしまうとかですね、ちょっとつまずきやすくなったとか、階段を上るのが非常に億劫になってきて手すりをついつい使用してしまうとか、重いものを持ったりすることが難しくなったというようなこと、あるいは15分ぐらい歩くとついついベンチを探してしまうよねというようなこともあります。で、もう一つはですね、やはりこの横断歩道ですね。で、青信号っていうのは秒速1メートルの歩速で歩くと青信号の点滅ついてる間に渡れるということになりますので、自分のサインをチェック状況を歩行能力をチェックするのに非常に重要ですので、この辺も少し覚えていただければいいかなというふうに思います。で、歩行っていうのは非常に重要で、まあ、人間が人間らしく生活するには歩行能力を維持するということが非常に重要です。ただ、こういう歩行能力を見てみるとですね、だいたい60を超えてきますと、スピードが落ちてくるということになります。で、このスピードが落ちてくるとですね、このように衝撃的な報告もありまして、遅い人はですね、死亡率が高まるというようなことが報告されています。それで今いろいろな意味で健康意識が高まって、例えば台湾の非常に多くの国民の人たちを対象にしてやった調査がありまして、1日15分から20分運動するだけで糖尿病、高血圧といったような生活習慣病が改善されるというようなことが言われていますので、歩行能力をいかに維持するかというのが非常に重要ということになります。ただ健康を保つためにはですね、とぼとぼと歩いてちゃいけないんですね。で、ある程度スピード感を持って歩かなくちゃいけないということになりますので、この時に歩幅ですね、非常に重要になるということになります。そして秒速 1.6m、 分速 90m、 だいたい横断歩道を渡るのが先ほどお話したあれですので、少し早めに渡るというようなこと意識を持つことが重要かと思います。で、横断歩道の白いこう何て言いますか、あれがありますよね、白い書かれた線が。で、その白い線の幅がですね、大体65センチということですので、それをまたぐように歩くということが重要かと思います。ただ自分も やりましたけど結構大変です。もう一生懸命歩かないとですね、なかなかこう歩けないということをこの前だ自覚しました。それで普段の日常生活で体が鍛えられないのと、例えばどっかのジムとかですね、そういうとこを行かないと体が鍛えられないのかというと、決してそうではありません。普段の日常生活の中で自分の体を鍛えることができます。その代表的な運動としてはこういう片足立ちですね。片足で立つということは体幹のバランスを維持するために全身の筋肉を使います。で、このようにまあ、不安定な人はこうやって支持を支えようで持って立つこともできますので、こういうようなことで体幹のバランスをしっかり鍛えると。そしてこういうスクワットですね、
スクワットも決して深いスクワットは必要なくてですね、この膝頭がこの足指の前ぐらいに出るくらいの浅いスクワットで十分ですので、そういうようなことをやるということになります。それでこの時重要なのはですね、ゆっくり下ろしてゆっくり上げるということが重要です。で、この膝の大腿の前の筋肉、さらにこの後ろの筋肉ですね、ハムストリングと言いますけれども、その筋肉も同時に鍛えることができますので、こういう運動も普段の生活に取り入れたらいいのかというふうに考えております。そして膝に対してはですね、ここの膝の上の筋肉、大腿四頭筋と言いますけれども、これが膝の守り神みたいなもんなんですね。ですからこの筋力が落ちると膝が悪くなるというふうに言われておりますので、膝をまっすぐ伸ばして床から10センチぐらい上げて、10秒間ぐらい保持して下ろすと。これを朝晩20回ぐらい繰り返すというようなことが膝にとってもいいという体操になります。で、これでさらに鍛えたいという人はですね、ここに 500g か 1kg の砂糖とかお塩を乗せてあげるということがより効果があるというふうに考えられております。ロコモの原因の三大疾患、骨粗しょう症、変形性膝関節症、脊柱管狭窄症ということになります。で、この中で一番治療法が進歩したっていうのが骨粗しょう症でして、でこれは最初骨吸収を抑える薬剤ができて、そして今度は骨を作る骨形成を促進するお薬が今できております。でスウェーデンは日照時間が非常に短くて骨粗しょう症の患者さんが非常に多いんですね。それで国を挙げて治療したところですね、骨粗しょう症の原因となっている脆弱性骨折ってあります。ここの大腿骨頸部骨折という病気がありますけれども、これの発生頻度が明らかに減ったということがあります。ですから骨粗しょう症は決して老化が原因、老化でもう治らないし諦める病気と諦めているという時代ではなくなってですね、むしろもう積極的に治す、骨折を起こさない体にできるということになりましたので、そういう目で特に高齢の女性の方々は治療が必要になってくるかというふうに思います。